ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、ともっちさん、ともっちさん、ともっち IT さん、最近あのコメントをいただいてます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ともっちさんがですね、まあ、ご自身あの MBTI の、今ユングのタイプ論の動画を上げているところで、いろいろコメントをいただいてですね、まあ、ご自身は、タイプ4だと思っている。タイプ4の人は、内向で感情の人はタイプ4かもねっていう話をしたところで、まあ、ご自身もタイプ4、ご自身もタイプ4だと思っているのでっていう話だったので、じゃあねこのいつものタイプ6のこのすぐ疑う疑わずにはいられない、しかも自分がタイプ4ちょっとなったことなった、まあ自己診断でね、タイプ4になってあやったって思ったことがあるので、本当にそうかと疑いでちょっとじゃあタイプ4の通常の健全度を食らって、ぐさっと来るかどうかでちょっと判断してみませんか、というところで、今日もこの性格タイプの分析、ドン・リチャード・リソさん、いつもありがとうございます。リソさんの教えにですね、ちょっとタイプ4の詳細分析をしたいと思います。タイプ4、芸術家とあります。創造性にあふれ、個人主義的で内向的でうつ病的な人物とあります、健全な状態、健全なタイプ4は内省的で自己を意識し、自己を求め、感情や内面の衝動に触れている、自分自身に対しても他人に対しても敏感で直感力がある。直感というのは直接見る、観察の感で直感力がある。哀れみ深く、助才なく、自律的で他人を尊敬する、極端に私中心で個人主義的である、一人でいるのを好み、無意識の衝動が意識の中に浮かび上がってくるのに時間をかける、自己を堅持し、感情的で正直で信頼に足り、自己に忠実である、人生と自分自身について風刺的な見方をする、真面目にもひょうきんにもなることができ、感動しやすいが情緒的にしっかりしているとあります。健全度は高い時、健全な状態の時、健全の状態、一個もピンときません残念ながら、まあそうなんだろうなって感じですね。そうなんだろうなって、で最高の状態、極めて創造的で霊感を受けた芸術作品などの中に個人そのものと普遍なものを表現する、個人的レベルでは刷新的で自己再生的、自己創造的で自己救済的資質を持ち、自分の経験をすべて何か価値あるものに変える力を持つようになるとあります。羨ましい。いやいや、最高の状態は僕でも羨ましいです。まあまあ確か。で、来ました。通常の状態。通常の状態。通常のタイプ4は、あえて自分自身を表現するよりも、人生に芸術的で美的でロマンティックなものを求め、何か美しいものを通して間接的に個人的感情を表す。空想や想像力で、また情熱を高めることによって現実性を強める。感情に飲み込まれるようになることもある。自分の感情を処理するために引きこもり、自己に没頭し、自意識が強くなり、引っ込み思案になる。自己を疑問視し始め、あらゆることを個人的に解釈し、感覚過敏になり、自分が異質でよそ者だと感じる。気まぐれですぐ気分を害し、感情的に傷つきやすい。自意識とそれがもたらす憂鬱さの苦しみから何とかして逃れたいと願う。いよいよ他人と違うと感じるようになり、そのために他人が送っているような生き方から逃れる。自己憐憫は違った種類の宝珠、宝珠というのは好き勝手ってことですね、
対外的で官能的になり、夢の世界や現実や非現実的な望みにふけることへとつながる。しかし、わがままで人を見下し、対外的で非実際的で非生産的であると書いてあります。やっぱり、タイプが違うと、タイプ4の健全度が、まあ、健全度が低くない、これ通常の状態で出てくるんですけども、まあその、まあ、言葉力ですいません、めんどくさい人。僕からタイプ6の私からすると、何勝手に浸ってんのって、まあそんな感じですよね。まあ他の健全通常レベルでも、まあそんなディスられてますもんね。そうで通常タイプのタイプ6は見るとそういう見え方をする人。そうで多分本人は多分グサッとくる。はい、そうですね。すごい自分の欠点をすごい指摘されてるような感じがして。はい、そうですね。非実際的で非生産的であるでかつ人を見下すって、見下す、はい、で俺は見下されてんだろうなって思う申し訳ございませんで、不健全な状態、不健全なタイプ4は自分の夢、空想や期待が破れると自分に腹を立てひどく落ち込み、自分を恥じ自己抑制と感情麻痺のせいで他人から孤立する、しっかり打ちのめされ精神的に混乱し感情が遮断され働いたり活動したりできず虚しさと無意識さの深い感情を募らせる、妄想的な自己卑下、自己嫌悪、自己叱責、陰気な考えに苦しめられ自分の失敗に苦悩する、あらゆるものが気力を萎えさせる自己非難のもとになる、すべて無益で希望がないと感じ絶望し自己破壊的になり、恐ろしく否定的な自己嫌悪から逃れるためにアルコールや麻薬にふける、極端な場合は感情的崩壊や自殺にも至る、と書いてあります。まあ、なんか尾崎豊の歌を歌っているような感じがしました、自分だけじゃなくあらゆるものが社会が悪いとか、誰々が悪いとか、まあ自分も悪い。で、自己嫌悪、自己叱責で考えに苦しめられ、アルコールに溺れて、尾崎豊の歌やないかって思いました。あの、バースとかね、尾崎豊の。ちょっと聞いてみてください。分裂の方向、不健全なタイプ4は自己実現に絶望している。タイプ2へ動くのは、感情的崩壊の結果としてである。彼らはもはや正常な活動ができないので、事実上誰かに面倒を見てもらうよう強要することになる。しかし堕落したタイプ4は自分を憎んでおり、自分が依存するようになった関係をもめちゃめちゃにしてしまうため深刻な問題が生じる。彼らは両親や友人と一緒に暮らしたり施設に収容されたりもするが、最後には必要な専門援助を受けるか、ついには発狂したり自殺したりするとあります。ちょっとあの尾崎豊尾崎豊健丈徹を調べると、あの健丈さんが語る尾崎豊が結構壮絶です。結構壮絶な流れですよね。はい、多分こう健全度が落ちてくると誰かに助けてもらわなきゃ奇跡なくなって、ただその助けてくれる人さえもめちゃめちゃにするみたいな、あのちょっと尾崎豊さんを深掘りにするとタイプ4が見えてきます。統合の方向、はい、あすいません、僕は尾崎豊さん大好きです、まあ、かっこいいですもんね、はい、統合の方向、健全なタイプ4が自意識と内向性を乗り越えることによってタイプ1へと動くと、もう自分の絶え間なく変わる感情に支配されることはない。主観的な気分より客観的な原則に従って行動し、放縦にならず自制を身につける。もはや自分自身を異質だとみなさず、働く必要から逃れたいと思わない。そして現実の世界で自分の居場所を作る。自制を学ぶことで、自分自身が依存している創造性を持って自分の感情的豊かさをもっと他人にもたらすことができるようになる、とあります。幼児期の原点、
両親双方と否定的に結びついており、親に見捨てられた、あるいは何らかの点で誤解されたと感じている。うん、幼児期の人格形成における主要要因は役割モデルが不在だったため、タイプ4は自分の内側の感情と想像に目を向けることによってアイデンティティを作り上げざるを得なかったということである。うん、これは他のタイプであればそうは感じなかったこともタイプ4の方は見捨てられた、誤解されたって感じるということですね。ロストチャイルドとか言われたりすることもありますね。はい、はい、すいません。はい、で根源的な恐れ、うん、何らかの点で欠陥があったり不適切であること、うん、根源的欲求、自分を理解すること、二次的動機づけ。タイプ4は自分を表現したがり、自分の気持ちを相手に伝えてくれるような美しいものを想像したがり、自分の感情を探し出して守れるように人々の前から退きたがり、何かをしようとする前にまず自分の感情と対峙したがり、現実の世界で手に入れ損なったものを取り戻したがるとあります。で、健全な自己感覚、うん、私は直感力があり、これは直接感じるっていう字が書いてあります。今度は、はい、うん、直感力があり感覚の細やかな人物である、うん、隠された不満、私は他人と異質でどうも周りに溶け込めない、うん、で主要な防衛規制、取り入れ置き換え、自分に背を向けることとあります、うん、固有の誘惑、自己を探し求めるために想像力を使いすぎること、通常から不健全なまでのタイプ4は空想の中に引きこもることによって自分自身を、そして自分の感情の意味を見つけられると考えています。しかし現実世界に身を置くことで自分自身を発見する代わりに、自分の想像の中で自分自身を失ってしまうに過ぎない。空想に心を奪われるようになり、現実に対処する代わりに好きなように感じ、好きなものになることが許される想像の世界へと逃げ込む。そして幻想にかまけて自分の時間とエネルギーを浪費するとあります、うん、自分っていうの一生分の自分を言ったような気がします。固有の短所、妬み、うん、通常から不健全なまでのタイプ4は他人が極めて正常で気楽そうに見えるため彼らを羨む、他人はうまく適応し自分と違って社会的にぎこちなかったり人目を気にしたりしないように見えている。タイプ4は自分をどこにも所属しない部外者であると感じる傾向があり、所属する場所のある人を妬むとあります。だから僕から言わせると、いやそっちに行って独特だと思わせたいんだろうってでタイプ6は思ったりします。でタイプ4の人はそっちに入れないと思ってるんですよね。入れないから自分の武器を磨いてる、はい、で、まあ、結局それ自分の囚われってところじゃないですか、はいはいはい、入っていけないことでもないし、ないしっていう、はい、固有の長所、うん、情緒の安定、健全なタイプ4は自分が人生に立ち向かっていけること、うん、その時々の感情で傷ついたり嵐に揉まれたりもせずに済むことが分かっている。否定的な経験ですら何か肯定的なものに転じさせることができ、自分があらゆるものを価値ある貴重なものに変えられると知って平安を見出すとあります。取り柄、放縦や他人からの孤立が甚だしくなり、たくさんの悪習にはまり込んでも通常のタイプ4はまだ自分が自分に対して何をしているのか分かるだけの自己認識を持っている。自分が自分に対して何をしているのか分かるだけの自己認識を持っている。自分自身に関する正直さがそれ以上堕落するのを防いでくれる。いや有利して、うんうん、あもう自分は悪いことやってるっていうのをちゃんと分かっている、うんうん、まだ分かっている、まだちゃんと分かっている、うんうん、っていうことですね、うんうん、多分僕はもうドーンとなると、うん、もう自分自身が分からなくなっているのは聞いてて見てて分かります。やっぱり自分自分が多いですね自分自分をたくさん言ってますよ構造様式、うん、
徴となるのは主観性であり、全体的な様式は主観的感情と衝動との間、そして自分を表に出す必要性と抑える必要性との間の葛藤である。タイプ4の自己抑制は、自分は両親の愛情に値しないというやましさを感じているせいで、彼らが自分自身に向ける攻撃のためである。堕落するにつれ、この様式はますます内に閉じこもった否定的状態に向かって螺旋形を描いて内側に加工していき、ついには他人から、そして皮肉なことに自分自身からも完全に孤立する。内向と自己陶酔の様式を打ち破ることができなければ、最後にはそれを打ち消すものを一切認めない否定的な自己評価によってズタズタになってしまうと書いてあります。リソさん自身がタイプ4、ということを聞いたことがあるので、なんか指摘なんですよね、このタイプ4の表現の仕方が全く分からなかった今まあなんか翻訳のせいもあるかもしれないです、はい、でちょっとあの必然的結果を読ませていただきます、はい、空想と主観的孤立の中で、その中での自我の膨張による避けがたい結果として、タイプ4は自己を実現するという根源的欲求を失い、逆に自分は何か取り返しのつかない部分で根本的に欠けているという根源的な恐れを招いてしまう。タイプ4が果てしない自己探求の中で、唯我的になればなるほど知らず知らずのうちに変えるのが難しくなる一方の習慣をいつまでも続けるようになる。ただひとたび空想に逃避し、現実的な方法に関わるのを避け始めたら、自分が間違った方向へ向かっていることを自覚するべきである。タイプ4は自分の感情を超えることによってのみ自分を発見できる。現実の世界に身を置けば自己実現できるのだという信念の跳躍をして、自意識を乗り越えなければならない。無益な夢にはふけらず、自分自身の人生に現に影響する、あらわに影響するですかね、現実的な関心を持ち始めなければならない。それは逆説的で奇妙なことに思えるかもしれない。しかしタイプ4はそれが何を意味するのか知っている。人生を想像するのをやめて人生を生き始めなければならない、とタイプ4のリソさんがタイプ4に対してメッセージを送っています。現実に生きろと。こうなんとなく自分主観、はい、こう自分はこうだっていう思い込みが強い感じがありますよね、はい、私はこうなんだ、はい、世間がどうでも私はこうなんだ、はい、っていうところを超えていかなきゃいけないって話ですよね、4の人は。はい、自分の感情感覚、はい、そういったものを超えていかなければ、自分がこう思ってる、私はこうだっていうところにこうどん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 はまり込んでいくのではなくてっていうことじゃないですか。ってことが書いてありました。ってことですよね。あの全くわからないです。なんとなくはわかります。変えられるのは自分だけだ。自分はこういう人間だからしょうがない。それを理解できない周りが悪いみたいなことを思ってるわけです。尾崎は歌ってますね。それを理解できないのは周りは悪いし、私はとても個性的だから周りの人が理解できないだけなんだみたいなことを思ってるのがタイプ4じゃないですか。なるほど、そうですね。で、ただそれではこうどん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 孤立してしまうよ、うんうん、でより成長するためにはその感覚を捨てて乗り越えていかなければいけない、はいはい、そのとらわれを手放していかなければいけないみたいな。そう、はい。あのまあ、確かにその過去を振り返ってみると高校ぐらいから生きづらそうにしている同級生とか、要は学校を辞めていくんですよ、ね、感覚的には全く分からなかったんです。でなんかその尾崎の歌とかでも、あ、ちょっと違ったらごめんなさいね、息苦しそうなんです。なんかあの周りに合わせる気がなさそうじゃないですか。
これが私なんだっていうアピールが、うん、まあ、それが4なのかもしれないですけど、はい、世の中のルールとかっていうのは私に合ってないから私はそれを守りたくないみたいな思いがすごく強くて、で逃げ息苦しいで、そこに無理やりいるとそこに無理やり合わせてるんだって自分が苦しくなってくるみたいな。なんか例えば、うん、タイプ6からすると例えばそこに拘束がある、うんうん、だったら守ればもういいじゃんそうって思うんですよね、うん、でそこがこう自分の主観で、それは私はそうじゃない、意味がない、前髪が眉毛にかかるのを制限するのは意味がない、うんうん、意味がないっていうよりはこれがかかってるのが私だ、あ、なるほどみたいな、そっちも、うんうん、なるほどね、かかってるのが私で私の魅力がここにあるみたいなことを思ってたりする、まあその前髪がどうこうは分からないですよ、まあ、もちろんでも、まあ、例えとして、まあ、例えとしてそうですよね、うん、っていう、だからこの拘束は私には合ってないけど、無理やり拘束に合わせるとその状態にしてる自分がすごく辛いみたいなし、多分それを合わせている、ま、うん、周りのやつらはバカだぐらい、うんうん、バカだっていうのもあるし、それが合わせられる、合わせられるからのほほんと生きてるように見える、見える、なるほど、うん、っていうのをこっちから言わせてもらうと、うん、いや別に前髪かかってる、うん、僕が僕じゃないし、うん、ちゃんと思ってないからやってるだけなのにそうそうそうバカって思うなよとは思うんですよね、という別に僕は自分を捨ててるわけじゃないよ、うんうん、こう自分とは思うんですよ、そうだから自分を捨てて拘束を守ってるみたいなことを思ってるんじゃないですか、あとどうですかねこれなんか多分4の感覚的にはそうだと思うんですよね、はい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 、でまあその拘束に興味がなければ守ってるかもしれないですけど、はいはい、4の人でもでもまあ多分そういうことですよね、うん、多分とらわれっていうのはそう自己表現の一つとして、例えば前髪はこうみたいなことを思ってる4だとしたら、その拘束に対してすごく息苦しいと思ったり、あなんか今初めて高校生の時の彼らの気持ちが分かった気がします、うんうん、なんかやめていった。やめていった、はい。これは私には合ってない。合ってない。この学校は合ってない。合ってない。うん。で、それを受け入れられない。学校が悪い。世の中が悪いみたいな。まあ、それも、まあ、これはどう解決すればいいんでしょうね。うん、その隔たりって。なので、その実際的なところじゃないですか。確かに。本当にその前髪がかかってるのが本当にあなたの個性なんですか。うん、まあ、違うし、なんかまあ確かに僕はこうそういう拘束はバカじゃないとは思うんですけども、うんまあうん、行き過ぎるのもなとは思う、うんうんまあ、これちょっと6っぽいですか、ね、で、まあ、本当にそれがあなたの個性なんですかじゃないですか、前髪がかかってるのは本当にあなたの個性なんで、まあまあそうですね、うん、はい、他にもっと素晴らしいことができるんじゃないのとか、はいはいはい、本当の個性はもっと違うところにあるんじゃないのかみたいなところをこう乗り越えていければそういうのを見つけられるかもしれない、はい、このなんか折衷案が見つけられると、うんうん、なんか生きやすい世の中、生きやすい、だから生きにくいって思ってる、まあ、ちょっとなんか今の説明でなんとなく分かってきます、うんはい、っていうのが、まあ、そもそもとらわれなんじゃないか、確かこのバイアスはありますよね、バイアスはある、あ社会的にこうしなければならないみたいな、うんうん、で合わせられない、うん、っていうのも合わせられないと思ってるって思ってる、はい、うんっていう囚われを握りしめてる状態なんじゃないかなって、はい、だからもうちょっとこう自分をこう乗り越えていくことができれば、その辺もちゃんと正しく見ていくことができるっていうところじゃないですかね、この苦しみをどう変えていけるかっていうのは、うんうん、本当に拘束が苦しいことなのかって話じゃないですか、だけどまあなんか本人は実際苦しいんだからさとも思うんですよね、うん、思うけど、でそれはでも自分で勝手に苦しんでるだけみたいな、これどう解決していくかはちょっとまた別の動画で考えたいと思います、なんか実質的な苦しみではない感じも、はい、ブラック企業で働かされてる、そうそうそう、まあ、そういう、うん、なんかバイアスバイアスがと、うんまあ、そのルールとかとの付き合い方っていうのをちょっとまた考えたいと思ってます、うんはいはい、今回はとりあえずタイプ4の詳細分析でした、はい、あの痛いと思った人はタイプ4でございますと、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。